僕は一人っ子だったんだよね。一人で寂しく家の中をフラフラ、街の中をフラフラしてるタイプの子供だったわけ。というのは母親と仲がすごく悪かって常に逃げようとしてたわけで、近くには川が流れてて鴨川っていうんだけれども、灰色の世界の中に2人がこうボートに乗ってて、で突然父親が僕に、もう死のうかって言ったんだよね。親父が絵を描いてた部屋があって、そこに上がって一人で絵を描いてた。だから本当はもう逃げてるんだけれども、絵がそんなに好きだったのって言われると別にそうじゃない、それしかなんか自分が生き続けられる場所ってそこしかなかったわけ。これほど白いカンバスって綺麗なものはないんだけど、それを潰していくっていう、汚していくっていうかさ、でそれを破っていって向こうの世界に行くっていうか、頭が震え出して、手が震え出して、体が震え出して、そしてこうなんかができてくるっていう。だから指で描くっていうのは一番自分には合ってるし、それから物を感じ、物質を感じるし、体全体のなんていうの、筋肉の記憶っていうかね、なんか向こうの世界に行っちゃうと本当に危ないんだけれども、そのキリキリのとこでこうなんか、表現するっていうかな、遊ぶっていうかね。僕らはそのアートの、さっきの芸術の世界の中で言えば、美っていうのは人間が作ったもので、作られたものがある空間、限定された空間の中でなんかこう波動を生むとか輝くとか、それから見てる人とそのものとの間に共感が生まれるとか、それは非常にこう短い瞬間なんだけれども、そういうもんだと思うわけ。もう芸術なんて僕本当のこと言ってよくわかんないんだよね。ただ僕はじゃあどういうことをする人なのって言われると、ブルーゾーンにいる人間で、ブルーゾーンっていうのは生命の色と言われてるけれども、生命に近いんだけど、もう少し行くと紫外線の方に入っちゃって死の色に近づいていくっていうの、二面性のあるその危険なゾーンにいるわけで、その細い危険な部門で僕はなんかフラノールっていうか、さっきからフラフラと歩きたいというかと思うわけ。おとつい京都から雪景色の写真がこう iPhone に送られてきたのね。でそれは京都の鴨川がもう雪ですごい雪で真っ白になって、そこにポツポツと人が歩いているっていう風景なんだけれども、でそれをポッと見た瞬間に他の人に見せても、あ京都ねみたいな感じですぐ終わっちゃうんだけど、僕にとってはなんかとっても大切な時間で、なんかゾクゾクっとしたわけです。でそれはね、自然そのまま美しいっていうこともあるけれども、やはりその一つのカメラっていう枠の中でこうその撮った人が
この枠を作ってこれだっていうのを送ってくれた、その行為がね一つの、創作行為というか、だからこちらにものすごく訴えてくるっていうか、なんかそういうもんだっていう